はい、というので今回もデコトラのデコトラですよ。なんかさ、これ3つ枯れるんですね、これね。はい、前回はなんかギリギリで、なんだっけ、前回どうだったっけ、ギリギリ勝ったんだよね、ギリギリでね。で、じゃあ改造して車早くしようと思ったんだけど、早くできないらしいんですよ。ダメか。もっと努力者が高くなるぜ。初心者相手じゃ勝負だ、バカたれば笑わせない、忙しいんだ、ちゃんとお家に帰りや、無限顔じゃん急にポンと、あ、勝負しねえか。この二人は OK なんだ。中国地方行ってみるか。自分の車はまだ全然もう派手じゃないですね、地味。じゃあ行きましょうか。あれ、うわ、あ、難しいよ、本当に難しいよ。さあ、あ、前出た。どうなる？合わせて難しいな、結構。なんか、操作感が独特だな。うわぁ、どんぐらい離れてるか分からん。うわぁ、ぶつけられたよ。すんごいクイックですね、ハンドルが。トラックなのに。こうか、ポンポンポンってこう点で打つ感じか。流ししちゃダメか。でもコースの曲率に合わせて、カーブのきつさに合わせてどれぐらいこうポンポンとするか分からんですね。次は何コーナーか分からないし、右コーナー左コーナーか。あ、左か。うわ、こういう感じでトン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 ですよね。うわうわ、早っ早っ、何で出てんだよこの車、頭おかしいだろ。うわ、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 さ、3車線だったら運転しやすい。2車線はきつい。まだ2車線あっちゃう。ギリギリだな。落ちてこないな、相手は。さあ、でも前回ギリギリがあったからね。ただ敵でだんだん速くなってくるんでしょ。ということは、本気で走んないと間に合わないわけだ。しかもなんかメニューになってるけど、なんか鉄板積んでて重いんでしょ、荷物。右下のなんかこの赤いやつ、実はこれ荷物なのかな。ぶつかったら壊れるかな。壊れてる感じないよな、結構ぶつかってる割には。まだ10秒しかない。これ間に合うのかな、本当に。大丈夫かこれ。え、間に合うね、これ。いつゴールだよ。早く来いよ、ゴール。これか、よし。ギリギリだな、おい。ちょっとでも使ったらダメなやつじゃん、これ。難しい。この先は気をつけろよって。何が怖いなぁ。さあ、車はちょっといじるか。背のペーパーって。どういじろうかな。ちょっと待ってね。時間かかるからちょっと飛ばすかな。いや、まあ、いっか。ね。何いじろうかな。読み込み中長いね。よし、どこいじろうかな。バイザー上げてるか。うわ、いっぱいあるな、種類。おぉ、色できる、色変えれるんだ。あー、すげえ。ほんほんほん。何しようかな、だってね。よいしょ。あ、視点変更できねえんだ。これいいね。これいいね。あ、これもいいね。これとこれなんだ。これにしようかな。これにしよう。待って。
名は、フロントバイザーのスープタイプって言うんだ。これは船型タイプ、ちょっと派手だね。これ何、あとはね、珍しいね、これ。待って。下の子できねえんだな、ほんとに。まあ、こんなもんだべ。ああ、なるほどね。じゃあ、これにするわ。OK。かっこよかったね。わかんないけど。バイザーの飾り？え、飾り？んじゃあ。飾り？じゃあお願いします。ちょっと違う気がする。あ、でかい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 、2つはいらん。あ、でも黄色派手じゃん。いらんいらんいらん、いらんいらんいらん、下品になってくる。いらんいらんいらん、違う違う。あ、こういう混合型ね、黄色と黄色ね。いらんいらんいらん。あ、じゃあこれでいいや。もちろん気になりました。関口親もすごいなんか断っちゃって、でまた無一文ですよ。今日出るわ。OK、 じゃあ今日こんなもんで終わりです。また次回。